レック・イースキャット・イン・ペースは、カトリック、ルーテル派、聖公会、メソジストなどの伝統的なキリスト教の礼拝や祈りにおいて、亡くなった人の魂の永遠の安らかな眠りと、平安を願うために使われるラテン語のフレーズである。18世紀から広く、破壊に刻まれるようになり、今日では誰かの死に言及する際に広く、用いられるようになった。頭文字を取って、RIP、 または、リップと略され、英語の場合は、レスト・イン・ピースなど、各言語に訳したフレーズも使用される。なお、リップは、元のラテン語のレック・イースキャット・イン・ペースの略称で、あるが、英語のレスト・イン・ピースも、同じ略称になることから、一般には、レスト・イン・ピースの略と解されている。日本語では、安らかに眠れと訳され、ご冥福をお祈りしますと訳されることもある。 ドーマット・イン・ペースというフレーズは初期のキリスト教徒の墓地で見ることができ、彼らは教会の平和の中で、つまりキリストに結ばれて死んだことを示していた。レック・イース・キャット・イン・ペースもしくはレスト・イン・ピースを意味する RIP という略語は特にカトリック教派、ルーテル派、聖公会においては今でもキリスト教徒の破壊しに刻まれている。カトリック教会のトリエントミサでは このフレーズが何度か登場する。他のバリエーションとして、レック・イース・キャット・イン・ペース・イン・アモーレ、イン・ペース・レック・イース・キャット・イン・アモーレなどがある。ラテン語の公文上の関係は、語順ではなく、語尾によって示されるため、語順は様々である。命令状として使われる場合、に認証単数型では、レック・イース・イン・ペース、に認証複数型では、レック・イース・イト・イン・ペースとなる。 よく使われるフレーズレック・イース・キャット・イン・ペースは語尾がアットであり三人称単数形である。このフレーズが墓石に刻まれるようになったのは5世紀以前のことである。18世紀にはキリスト教徒の墓で広く使用されるようになった。このフレーズは公共会派、メソジスト、そしてローマカトリック教徒にとっては本来は 死後の世界で魂が平安を得られるようにとの祈りの言葉であった。この言葉が寛容的なものになった時、このフレーズに魂への言及がないことから、人々は、このフレーズは肉体に対して、墓の中で安らかに眠れと言っているものであると考えるようになった。これは、キリスト教の最後の審判の教義と関連している。つまり、魂は死によって肉体から離れるが、 最後の審判の日に魂と肉体は再び結ばれるということである。2017年、北アイルランドのオレンジ国境党のメンバーは、プロテスタントに対して、リップやレスト・イン・ピースという言葉を使用しないよう呼びかけた。福音プロテスタント教会の漢字である、ウォレス・トンプソンは、BBC ラジオ・アルスターの番組で、プロテスタントにリップという言葉の使用を控えるよう、 呼びかけると語った。トンプソンは、リップは、死者への祈りであり、聖書の教義に反すると考えていると述べた。同じ番組の中で、長老派の権威ウーウェルは、人々がこの言葉を使うとき、死者のために祈っているとは考えていないと述べた。ありがとうございます。